はい、久保里です。今日はこのオーバーフェンダー、このフェンダー一回塗装するか外したんですけど、そしたらこのボディのこの裏につけるこっちの爪がね、結構ね、これは一箇所だけですけど、あの他のやつ結構何箇所か折れてたんで、まあプラスチックなんで、このステージちょっと作りたいと思います。そしたらまたしっかり全部ピタッとはまるんで、よし、ちょっと見ていきましょう。ちょっと今オーバーフェンダー塗装してるんで、もうちょっと待ってください。ついでにミラーも、ボディと一緒でこれですね、チッピングコート、これめっちゃ気に入った、デコボコタイプ、デコボコだってのかなこれ。よし、用意するのは PS 版、なんだこれ、なんかたまたまちょっと倉庫にあったやつ、ポリエス、ポリスチレン板だって、1mm、まあ、これで多分なんとかなると思います。あと定規とマジックハサミあればステーは作れると思います。ちょっとやってみます。幅 2.5 で、長さ 4.5 で、できました。あとこれ穴、ドリルで穴開けちゃえば OK です。よし、こんな感じで他のと比べるとこんな感じですね。他のは最初についてたのはこんな感じ、新しく作ったステーキこんな感じです。なんか自分は普通にネジで六角普通にネジで止めました。何でもいいと思います。これはタイラップでもいいと思うし、まあそれぞれ好きな感じで止めてください。はい、あとはもう車体に車体につけるだけです。でちなみにだからこういう感じでついてますね、この裏のからこのネジ、ここにこの爪が入る感じでピタッとくっつく感じです。よし、じゃあもうフェンダーつけていっちゃいます、この新しい爪も。はい、よし、こんな感じで4箇所つけてもう完成ですね。 OK。 Elevated home sites in Terranora from $310,000 to $360,000. 26 square house and land packages priced from $605,000. 惜しかった、それ取りなかった。そういうの取れよ、なんで前の車通るんだよ。